動画をご覧いただきありがとうございます。今回はコミュニケーション障害、コミュ障が楽になる2つのポイントと題してお伝えをしていきます。まずコミュニケーション障害という症状は、対人関係のコミュニケーションにおいて障害を感じている状態がコミュニケーション障害という症状になります。またコミュニケーション障害は、コミュニケーション障害はですね、略して、コミュ障というふうに表現されることもあります。このですね、コミュニケーション障害が楽になる2つのポイントの1つ目がですね、まずは自分を受け入れることになります。コミュニケーション障害を感じている方はですね、どこかで自分を否定している傾向にあると言えます。自分を否定しているからですね、自分に自信が持てずに相手が上になってしまってですね、要はパワーバランスがですね、取れてるわけで、出てしまってですね、相手を上に見てるから、コミュニケーションもですね、うまく取れにくくなっている状態になっていると言えます。逆にコミュニケーション障害の人もですね、意外と身近な家族とかだったら、比較的こう対等に話するケースが多かったりしますからね。その形で、ある意味でその、他人をですね、無意識にこう、自分を否定することで他人を自分より上に見てるからですね、その他人とのコミュニケーションに対しても苦手意識が湧きにくい、障害を感じやすいことにつながっていると言います。逆にこう言うとですね、自分を受け入れることができると、そのパワーバランスが取れてきますからね、本来のバランスも、取れてきまして、必要以上にですね、相手にもとらわれなくなりますから、コミュニケーションもですね、他人とのコミュニケーションもスムーズになっていくと言えます。具体的に、自分を受ける方法としましてはですね、例えば、ノートとかスマホのメモとかですね、あとは LINE でですね、自分一人のグループを作ってもらってもいいんですけどね、そこにですね、自分のいいところとか好きなところを思いつく限り、書くことですね。自分のいいところとか好きなところを変えていくことで、それがですね、自分を受け入れる習慣になっていきますからね。ただですね、なかなかその自分のいいところとか好きなところが思い浮かばないという方はですね、まずは一日一つからでもいいですからね、一日一つ自分のいいところとか好きなところを見つける習慣、それを書き留めていく習慣を持つことで、それがまた積み重なっていてですね、自分を受け入れる習慣にもつながっていきますからね。ただですね、それでもどうしてもなかなかですね、自分のいいところとか好きなところが見つからないという方はですね、あえて自分の、ネガティブな部分とか嫌いな部分を挙げてですね、それをどう視点を変えれば、ネガティブがポジティブに変わって、嫌いな部分が好きな部分に変わるかというですね、視点を変えていくと、ネガティブがポジティブの種になってきて、嫌いなところが好きなところの種になっていくと言えます。そもそも物事はですね、必ず、いい面と悪い面でできていますからね。そういう意味で、どんなにいい人に見える人も必ずですね、ネガティブな面を抱えていると言えます。イメージでいくとこんな感じですね。こういうの裏表みたいな感じでですね、物事にはいい面もあれば、必ず悪い面もありますからね。その、悪い面を見てしまうと否定してしまって、いい面を見ると受け入れることにつながりますからね。ですから、逆に言うとネガティブな面があるということは必ずポジティブが書かれていてですね、嫌いな面も視点を変えたら必ずこう、好きな面が書かれていますからね。例えば短期ということもですね、一見ネガティブに思えますが、視点を変えると、感情表現豊かというふうに言うこともできます。あとは、慎重ということも一見ネガティブに感じますが、弱気ですね。弱気ということも一見ネガティブに感じますが、視点を変えたら慎重というふうに見ることもできますからね。そんな形で必ずですね、いい面があるということは必ず、悪い面があるということは必ずいい面もセットでありますからね。ただ視点を転換すればですね、ネガティブがポジティブに変わっていって、嫌いな部分が好きな部分に変わっていくと言えます。
ですから、まあ、できる範囲でこういう受ける習慣を持てるとですね、周りとのパワーバランスが取れてですね、コミュニケーション、周りとのコミュニケーションに対しても、対等にコミュニケーションができるからですね、家族とか親しい人と話すように、比較的スムーズなんですね、コミュニケーションができるようになっていくと言えます。そうですね。では、コミュニケーション障害が楽な二つ目のポイントはですね、思い込みを手放すことになります。実はですね、コミュニケーションが苦手だ、自分はですね、コミュニケーションが苦手だっていうのもある意味思い込みでもあります。自分はコミュニケーションが苦手だと思い込んでいるから、コミュニケーションが苦手な感じているだけでですね、その思い込みがなければ、ある意味でコミュニケーションもですね、スムーズに進んでいくと言えます。ですから、ある意味人生って全部思い込みみたいなもんですからね、自分が、思い込んでる通りの自分をある意味演じていく部分がありますからね。例えばドラマとか映画の役者さん、俳優さんもですね、役柄によって性格もガラッと変わりますよね。そんなイメージで本当はですね、実は決まった性格ってほとんどなくてですね、ただ決まった思い込みを変えてるから、自分はこういう人間だと思い込んで生きてますけど、本当はですね、もっと、俳優さんのように柔軟に生きても別に本当は良くてですね、ただ思い込みがあるから、その固定された自分を演じている部分がありますけどね。ですからコミュニケーションが苦手と思い込みを抱えているから、コミュニケーションが苦手な自分を演じていますけど、そのコミュニケーションが苦手と思い込みがなければ、別にですね、普通にコミュニケーションができる自分にもなることは可能ですからね。そんな形で、コミュニケーション障害もですね、自分がコミュニケーションが苦手だと思い込んでいるから、コミュニケーション障害に悩んでるところもありますからね。逆に言うと、自分はコミュニケーションが苦手だという思い込みが手放されていくと、コミュニケーションにとってあまりとらわれなくなりますからね。ですから自然なコミュニケーションができたり、スムーズなコミュニケーションにつながっていくと言えます。具体的に思い込みを手放す方法としましてはですね、まずは自分が思い込みを変えていることに気づくことが大事になってきます。思い込みっていうのは自分と一体化しているから気づけない部分がありますが、客観的に気づけるということは、思い込みとの同一化が解けてですね、思い込みが離れている証拠でもありますからね。あと客観的に自分が思い込みを変えていることに気づいたら、あとはですね、それはもう必要ないというふうにこう、思っていくとだんだん手放されますからね。言い換えたら、まあ、気づくだけで勝手に手放されていく部分はありますからね。ですから、まずは自分がですね、自分でコミュニケーションが苦手だと思い込んでいるから、思い込みを変えているから、コミュニケーションが苦手なんだ、コミュニケーション障害の症状が発生しているんだということをですね、気づいていただくと、客観的に気づけるとですね、その思い込みが手放されていって、コミュニケーションもですね、スムーズに、楽になっていくと言えます。ではまとめていきますとですね、コミュニケーション障害、コミュ障が、楽になる2つのポイントとしましては、自分を受け入れ、まず1つ目がですね、自分を受け入れることになります。自分を受け入れることで周りとの、パワーバランスが対等になってきてですね、身近な人と話すように自然なコミュニケーションができるようになっていくと言えます。あとはですね、2つ目のポイントが思い込みを手放すことですね。自分はコミュニケーションが苦手だという思い込みを抱えているから、コミュニケーション障害に悩んでいる部分がありますからね。逆に言うと、コミュニケーション障害、自分がコミュニケーションが苦手だという思い込みが手放されていくと、コミュニケーションも自然になってきて、コミュニケーション障害の症状も楽になっていくと言えます。なおですね、この動画で語りきれていないですね、コミュニケーション障害、コミュ障に関してまとめたですね、ブログのページのリンクも、この動画の概要欄の方とかコメント欄の方にリンクを貼っておきますからね、より深い部分からコミュニケーション障害の症状が楽になりたいという方はですね、ブログの方もチェックいただけたらと思います。はい。あとですね、コミュニケーション障害も言い換えたら生きづらさでもあります。生きづらさは習慣を変えることで楽になることが可能です。そういったですね、生きづらさが楽になる習慣をまとめた私の本ですね、生きづらさ卒業の教科書という本も出版しておりますので、この本に関しても、この動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、習慣とか生き方を変えてでも本気でですね、コミュニケーション障害が楽になりたい、コミュニケーション障害を卒業したいという方はですね、本も読んでいただきまして、実践していただいて、卒業のきっかけとして
ご利用いただけましたら幸いです。はい。あとですね、当院では対面ですね、直接お会いしての、ダイレクトなカウンセリングとか施術とかですね、あとは便利なオンラインですね、ビデオ通話、LINE メールでの、カウンセリングも行っております。カウンセリングで認識や習慣が変わることでですね、コミュニケーション障害が楽になることは可能ですからね、そういった、まあ、カウンセリングや施設に関してもですね、この動画の概要欄の方に、リンクを貼っておきますので、本気でですね、コミュニケーション障害が楽になりたいという方はですね、カウンセリングや施設の方もご活用いただけましたら幸いです。あとですね、この動画が何か少しも参考になったとか、楽になったとか、ほっと安心したとかですね、希望の光を見えたとか、役に立ったという方はですね、高評価、コメント、チャンネル登録の方もお気軽によろしくお願いします。はい。で、最後までご覧いただきありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。